こちら浦安情報局こちらの時間です。今回のこちらはお祝いムードいっぱい、華やかな話題のオンパレードです。最初は資生施工35周年記念式典です。ただいまより浦安資生施工35周年記念式典を開会いたします。6月4日厳粛な雰囲気の中で始まった記念式典。浦安市は昭和56年4月1日に市政を施行し、県下27番目の市として新たな一歩を踏み出して以来、35周年という記念すべき節目を迎えました。この35年の間に我が町浦安は大きく発展してまいりました。市民と行政が一丸となって液状化による被害に真っ向から向き合い、松崎市長はこの35年間を感慨深く振り返り、さらに今後の新しい町づくりへの抱負を述べました。市議会議長の挨拶や来賓の方々の祝辞、東京ディズニーリゾートからのメッセージが伝えられました。これからも東京ディズニーリゾートは浦安市の皆様と共に成長し、たくさんの方々にイマジネーションに満ちあふれた夢のような体験をお届けしてまいります。市政35周年を迎えた浦安市の皆様、本日は本当におめでとうございます。浦安市民の歌、一緒に口ずさんでいる方、聞き入っている方など、皆さんの姿が印象的でしたよ。そしてオーランド市長からのメッセージ。浦安市の歩みの映像も上映しました。明治22年この地に生まれた小さな村は、浦安かれの願いを込めて浦安村と名付けられた。そしてもう一つのセレモニー、多くの市民の皆さん待望の新庁舎竣工式です。それでは参ります。どうぞ。まずは日本書紀から抜粋して書かれた書のお披露目。中には浦安の語源でもある大和は浦安の国と述べたイザナギの御事の言葉が書かれています。漢字では心を安かれと書いてます。松崎市長の挨拶、出てまいります。浦安の町づくりを担う団体代表の方による鏡開きです。おめでとうございます。そして多くの方の注目を集めたのが浦安市新庁舎竣工記念市民祝賀事業です。前日の6月3日総合駐車場に三社の若衆が集まってきました。まずは宮神輿をお刈り屋へ。史上初、5基の宮神輿が勢ぞろいしました。さすがお宮のおみこし、それぞれに表情が違っていて威厳がありますね。本当そうですね。並んだおみこしの前ではまず記念撮影。たくさんの市民の皆さんも見学に来ていました。そして夕方には宮みこしへの御霊入れの儀式、多くの方が見守りました。明けて6月4日は初めての合同渡御。続々と集まってきた皆さんの表情は晴れやかです。まずは出発式。ここに鎮座しております神輿の渡御は、とにかく浦安市始まって以来のですね、神輿の渡御でございます。今日は主役は今日来ている皆さんです。皆さん方でこの2時間半にあたりまして、この神輿の渡御を楽しんでいただけたらと思っております。本日は誠にありがとうございます。実行委員長の掛け声でいよいよお祝いの合同渡御に出発です。
り本番みたい。すごい格式高い雰囲気ですね。五基の宮神輿の勇壮な合同渡御、新しい歴史を刻んでいます。浦安の祭り特有の地すりも見事です。いよいよ新庁舎の前ですね。担ぎ手の皆さん、若衆の皆さん、ご苦労様でございました。三神社が一つ、浦安が一つをこの目でしっかりと見させていただきました。市長の掛け声で再び動き出した宮神輿。前田前田の威勢のいい掛け声が日暮れまで新庁舎周辺にこだましていました。一言で言うともう感無量です。本祭りを2週間後に控えてね、こんだけの人が出て、いや35周年も祝ってくれ、新庁舎も祝ってくれたってのは本当に嬉しいです。市始まって以来のことですので、そういう点では本当に終わってみてですね、何事もなく過ごされたと。それで素晴らしい神輿の渡御ができたということは、私も、実行委員長の一人として本当に感謝してます。ありがたいと思います。今回のですね、三神社の神輿の渡御が本当に整然と立派にできたもんですから、2年後のね、影祭りとしてできることなら、もう一度三神社の神輿五基をですね、連ねて渡御ができたらなというふうに思います。そして6月5日と6日には市民の皆さんの見学会。素敵な音楽で皆さんをお迎えしました。見学場所は10階のレストランソラカフェをはじめ、議場や市長室、市民の皆さんが手続きなどでよく訪れる部署。感動しました。周り全部4方面が見えますでしょ。浦安がいいとこにあるっていう、いい場所にあるっていうのがよく分かりました。高いだけあってもう一望に見えるというところ、それも魅力の一つかなと思います。随分近代的な感じでですね、素晴らしいですね。非常にいい街だなって改めて思いました。素晴らしいですね。案内で聞いてもあっちですよとか言われて、今度は一括できていいですね。こう親しみやすさみたいなソフト面とかもすごく配慮されたいい庁舎だなというふうに思いました。すごく広々してて使いやすそうだなと思いますし、今まで分散されていたのでひとまとめになったのはすごく便利だなと思いますし、でここでパスポートの申請と受け取りもできるということで、それもすごい助かるなと思いました。浦安の市民のためにはちょっと誇りになりますね。新しい市庁舎ができまして、なかなか入れないところなんで、子どもたちに見せておきたいなと思って、大変楽しんでるみたいなんでよかったんですけども、特に議会とか議場っていうのはなかなか見れない場所なんで、見せてもらえるのはありがたいなと思います。どうぞ中に。素敵な市役所ですよね。私もぜひ行ってみたいな。じゃあ今度2人で探訪してみましょうか。いいですね。賛成です。番組をご覧の皆さんも楽しみにしていてくださいね。続いては市内の団体のご紹介です。
回紹介するのは少林寺流健康館空手道の皆さん。空手用の安全防具を着用しているため怪我の心配がなく空手が学べる道場です。浦安教室はですね、私が初めて指導を始めたところで、まあ、地元というのもあるんですけれども、特にお父さんと息子さんとかお父さんと娘さんとかですね、なかなか親子で楽しめる習い事は少ないと思うんですけれども、年齢問わずみんなで一緒に稽古できるのが一番特徴かなと思います。練習は厳しいけど普段は優しい先生です。とってもかっこいいです。かっこいいです。毎週水曜日と日曜日にやってます。水曜日は、高須公民館エスレの方で、7時から8時まで運動室で、稽古してます。日曜日は日の出中学校の武道場で毎週4時から6時過ぎまで練習してますので、ぜひ気軽に見に来てください。2016年6月25日土曜日、26日日曜日、浦安市総合体育館。2016年スーパーカルティドジュニアワールドグランプリ世界文化交流フェスティバル。せーの、みんなで来てください。待ってます。次は食卓はシェフの味。ヒルトン東京ベイのフレディ・シュミット総料理長がコース料理を紹介してくれます。今回はスイーツです。総料理長のフレディ・シュミットさんにバルサミコ酢シロップでマリネしたイチゴ、バニラアイスクリーム添えを作っていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずは材料は何を使いますか？ Today we have some fresh strawberry, fresh thyme, herbs, some sugar, water and balsamic vinegar and serve with ice cream. まずはじめに何をしますか？ First of all we're going to do the balsamic syrup with fresh thyme. はい、シロップを作るためにお水を入れます。Then the sugar. で、お砂糖が入ります。Then you put some fresh thyme. Yeah. はい、こちらタイムですね。こちらじっくりとゆっくりと煮立てていきます。あ、今 already boil. Yes, see. おー、すごい。Yes. First boil the sugar, the thyme and the water, and after 2-3 minutes, 3分ぐらい。あの、ゆっくりゆっくり。ゆっくり3分ぐらい。With a cover, ね。はい。To infuse, yes. こちら煮立てた後に冷ますんですけども、その間にこのタイムの香りが紅茶のように出てくるようです。今、the syrup with a fresh thyme is already cooled down. You can see, yeah. はい、こちら冷めたタイムの香りのついたシロップですね。You pass through the sieve. こちらをこしていきます。And you add the balsamic. はい、こちらにバルサミコ酢を入れてしまいます。You just mix. で混ぜていきます。はい、混ぜました。Then after the next step, we have to cut the strawberry. はい。Yes. で続きましていちごを切っていきます。でいちごを並べていきます。Everything has to be nice and clean and 美味しそう。美味しそうに盛り付けていきますね。いちごを並べた上に先ほどのバルサミコ酢が入ったシロップをかけます。 A little bit, yes. A little bit of fresh thyme. タイムを細かく刻んでいきますね。 A little bit, yes. はい、okay. はい、細かくしたタイムをこちらに入れていきます。 This. And the ice cream will be on the top. で、その一番上にアイスクリームを乗せると、最後にアイスクリームを乗せて完成です。 Bon appétit.最上階までの吹き抜けと大きな窓が開放的なラウンジオーでは6月の土日限定でデザートブッフェを開催。ヘルシーなケーキに加えレインドロップや
雨上がりの虹をイメージしたカラフルなスイーツが並びます。ヒルトン東京ベイのデザートブッフェ、雨の日も楽しく過ごせそうですね。これからの時期にぴったりで、バルサミコがさっぱりしていて美味しかったですよ。よかったですね。いつか私も連れてってください。じゃあ今度シェフにお願いしてみましょうかね。あ、ぜひお願いします。では約束ができたところで、市内の出来事をご覧ください。6月2日には女子の7人制ラグビー日本代表チーム、桜セブンズ候補の富田真紀子選手が市長を訪問しました。女子の7人制ラグビーはリオデジャネイロオリンピックの正式種目となっており、桜セブンズはこの種目で出場を決めています。富田選手は現在7月末に発表される12人の日本代表メンバー入りが有力視されている選手の一人。小さい頃から浦安で暮らし、中学校3年生からラグビーを始めたそうです。富田選手は男子ラグビーのワールドカップで日本代表が強豪に勝って世界を驚かせたように、女子の7人制もいい意味で期待を裏切りたいと意気込みを語ってくれました。6月4日には陸上競技場で市制施行35周年記念小学校陸上競技大会。この大会は浦安市と同じ35回の歴史を持つ陸上大会です。市内17の小学校の4年生から6年生の代表選手が集まり、100メートル、80メートルハードル、長距離、幅跳び、高跳び、400メートルリレーの6つの種目で記録を競い合いました。100メートルと80メートルハードルはそれぞれ予選を行い、上位6人が決勝に進むことができます。この日は風が強く、スタートする前にハードルが倒れてしまうというアクシデント。そのため子どもたちの活躍を応援に来ていた校長先生たちも運営の手伝いです。ハードルが倒れないようにテープで押さえました。長距離は女子が1000メートル、男子が1500メートルを走ります。4、5年生と6年生に分かれてスタートです。長距離は一発勝負。風の影響で走りづらい中でのレースになりましたが、小学生たちは持てる力を出し切っていました。走り幅跳びは3回の跳躍で最も良い記録が成績になります。女子の走り幅跳びの大会記録は昭和61年度の大会で出た4メートル11。今回の大会で記録更新が期待されましたが、残念ながら大会記録は誕生しませんでした。走り高跳びは4年生から5年生が一緒に競技をします。この種目では自分の目標の記録をクリアしたらガッツポーズ。他の学校の仲間ともその喜びを分かち合いました。400メートルリレーは学校の威信をかけた競技。17校を3つのグループに分けて予選を行い、グループのそれぞれの1位と17校中タイムが良かった1位から3位のチームが決勝に進むことができます。決勝は大会最後の競技ということもあり、大いに盛り上がりました。35回目となった小学校陸上競技大会は、100メートル女子6年の予選で高須小学校の選手が出した13秒45と、女子の400メートルリレー予選で高須小学校が出した57秒23が大会新記録となりました。さらに高須小学校は総合優勝も勝ち取りました。6月5日には千葉市幕張でレッドブルエアレース千葉が行われ、浦安市がこの大会の特別公演として協力。護岸が格納庫や滑走路などになったことから、総合公演ではそのパブリックビューイングです。千葉でレッドブルエアレースが開催されるのは今回で2回目。総合公演にも多くの人が集まりました。この大会で日本人パイロットの室屋選手が念願の初優勝を飾りました。
パブリックビューイング会場となった総合公園でも臨場感あふれる世界最高峰の飛行パフォーマンスを楽しんでいました。次は立志塾を体験した中学生高校生の市内での活躍ぶりをご覧ください。私はもともと恥ずかしがり屋で割と慎重な性格で、もちろん今もそうなんですけど、でもワークショップが始まるとヤングアメリカンズに引っ張られたり乗せられたりして、気づいたら思いっきり弾けて歌ったり踊ったりして、自然に周りの人とも手をつないで笑っている自分がいました。そう話すのは将来の浦安を担うリーダー育成プログラム立志塾の4期生古室沙里さん。ヤングアメリカンズって3日間全然完璧な練習も準備もできないまま舞台に立つので、そういう面でとりあえずその時のベストを尽くすっていう意味で失敗を恐れなくなりました。古室さんがヤングアメリカンズのワークショップに初めて参加したのは小学校4年生の時。失敗を恐れないこととか全然考えてなかった、ただ単にすごい楽しかったんですけど、今ももちろん楽しいですけど、すごい今の行動力につながっている部分も学びました。ヤングアメリカンズから多くのことを学び、立志塾に参加するきっかけにもなったということです。このヤングアメリカンズはアメリカの NPO 法人で、音楽教育活動を行うボランティア団体、学校や地域に出張授業という形で歌やダンスを指導しています。しかしそれはその技術を高めるものではありません。ワークショップを通してキャストから表現することを学び、その中で自分の殻を破り仲間と一緒に一つのものを作り上げるというチャレンジを学ぶ場なのです。日本で初めてワークショップが行われたのが10年前、浦安市の日の出中学校体育館を借りて開催しました。そのヤングアメリカンズのワークショップを自分の母校である高須中学校の後輩たちにも体験してもらいたい、そこでいろいろ学んでもらいたいと学校に提案。たった1日だけの開催ですが、日本でのツアーで初めて公立の中学校が予算を組んでワークショップが行われることになったのです。私はヤングアメリカンズから一番学んだことは、どんな自分でもいい、どんな自分でも素晴らしいっていうことと、失敗を恐れなかったことだったんですけど、そのメッセージを受け取ってもらいたくてワークショップを招致することを決めたんですけど、たったの4時間でも受け取ってもらえたと思っています。その持ち前の行動力で、中学校では英語スピーチ大会への出場や、浦安市の姉妹都市オーランドから訪れたドクター・フィリップスの高校生に日本の文化の紹介、生徒会長への立候補、さらに高須中の校章デザインも手掛けました。そんな古室さんには夢があります。それは校章に込められた思い。浦安最後の開校となる高須中だからこそ、他校ともみんなでつながっていきたいという思いを込めました。そんな思いを実現させたいと、後日市内で行われた地域を対象にしたワークショップに立志塾の4期生、5期生を招待しました。理由が大きく分けて2つあるんですけど、1つ目は個人としてヤングアメリカンズを知ってもらいたかったっていう気持ちと、立志塾生ともっと仲良くなりたかったっていう気持ちからです。2つ目はリーダーとして行動力が必要だと思ったので受けてほしいと思いました。4期生5期生を招待するためのハガキなどを作る準備を一緒に進めたのが美濃部晴美さん。古室さんとは立志塾で知り合います。その美濃部さんも市内の9つの中学校をつなげたいという同じ志を持っていました。その立志塾に参加した時もデコキャンプとかは、なんかご飯食べながらじゃあちょっと動画作ってみてみたいなのとかもあったんですけど、本当にみんな早くて、こんなリーダーが集まるとこんなにもことが簡単に進むのかっていうぐらいだったんで、そういうのをもう一回
そのみんながまたちょっと成長して、今はもう LINE とかメールとかでみんなつながってられるんで、それでまた何か立志塾でその作り上げた時みたいに何かを作り上げられればなと思っています。ヤングアメリカンズのワークショップに参加したのは8人。立志塾の文字が入ったお揃いの T シャツを自分たちで用意しました。生徒会長だった古室さんは憧れの存在という、5期生の赤木美優さんは高須中学校のワークショップにも参加しました。そのヤングアメリカンズで得たものが、そのチャレンジするしても全然なんか大丈夫っていうことを分かったので、誰かが何かしないようなこともチャレンジしても大丈夫だっていうことも分かりました。立志塾に関することには全て参加しているという5期生の佐藤太陽君。先輩から誘われたときどう思ったのでしょうか。まずなんだこれって思って、まあ、LINE でまず最初来て、自分自身全く知らなかったし、実際行く気なかったんですけど、この人が行くこと、まあ、行きたいみたいなこと言ってたんで、あ、じゃあもう行ってみようかなっていう感じで行きました。いろいろその時あって、すごいいろんなことあって疲れてたんですけど、あんまその疲れがいきなりなくなった感じで参加して、めっちゃ解放されてはしゃぎまくりました。佐藤君を誘って参加した5期生の亀井翔造君。ワークショップに参加したことで新しい自分を発見することができたといいます。まあ、普段も結構テンション高いんですけど、なんか知らない人の前だとなんか恥ずかしくなったりしちゃうんですけど、今回はすごいテンション高くなれて、新しい自分が見つけられたというか、良かったと思います。立志塾生だけっていうのがあるんで、地域のボランティアとかを立志塾で作ってゴミ拾いとか、いろいろ浦安市内で他の人も参加できるような活動していけたらいいなって思ってます。古室さんは中学校で生徒会長を務めた時、浦安で生徒会連合を作ろうと話し合い、議案書まで作り提出しましたが、任期が終わり断念。しかしヤングアメリカンズのワークショップをきっかけに、そして立志塾というつながりをきっかけに、その志を遂げるための第一歩を踏み出しました。今回のことをきっかけに、このメンバーもそうなんですけど、他の立志塾生とも LINE やメールで連絡を取ることができるようになったので、もちろん自分たちでつながっていくっていうのも大切なんですけど、一緒にリーダーとして何ができるかを考えていきたいと思っています。市内の生徒がもっとつながれればいいと思っています。 DJ は以上でしょう。今日楽しかった。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は市長の定例記者会見報告をはじめ、危機管理官に聞くなど、ご覧の内容でお送りします。関東地方もいよいよ梅雨入りしましたね。私はこの季節湿気対策をしていますが、後藤さんはどんなことに注意してますか。そうですね、私は植木鉢の受け皿の水をこまめに捨てていて、蚊が出ないように注意していますよ。いい心がけです。蚊は小さな水たまりでも卵を産みますからね。皆さんも周りの水たまりには注意して、蚊の発生を防ぐようにしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。